スカースデール高等学校エッジウッド学校、スカースデール公立学、区またはスカースデールユニオン、フリー学区はアメリカ合衆国ニューヨーク州にある学区の一つ。スカースデール全域及びママロネックの一部を管轄する。7校から構成され、計4593人の幼稚園高校の生徒が在籍する。2012年6月時点の24。 ナ,ナウオールストリートの調べによれば、スカースデール公立学区は全米で最も裕福な学区であるとされる。2008年、スカースデール高等学校の教員陣は従来のアドバンストプレイスメント課程に代わり、さらに高レベルな内容を指導する地域独自のアドバンストトピックス課程を開始した。最初のコースは資格芸術と社会科だった。マイケル・ v、マル学区長は、 アドバンストトピックスは、事実的内容と批判的思考に重点を置くものであると述べている。1991年時点において、アジア系学生は、学区内に在籍する生徒、児童の19.3%を占めていた。同年のホックスメドー小学校の児童の26%がアジア系であった。また、学区内の別の小学校でもアジア系児童が25%を超えていた。 このアジア形成と児童が占める高い人口比率は主にニューヨーク市に通うためにスカースデールに移り住む日本人ビジネスマンの増加によるものであり、またその他の多くの住民が子供が巣立った後にスカースデールに移り住んでいることに起因している。ホックスメドー小学校はこの日本人児童の増加に対して新しく転入、入学してくる日本人児童に対して道しるべとなる。 アメリカ人の相手を配置し、また日本人保護者のための保護者会を設置することで対応している。1991年におけるスカースデール公立学区の SAT 試験の平均点は全米平均より100点高かった。2007年における SAT の平均点は数学で639点、読解で617点、記述で636点だった。 2006年のスカースデール高等学校の卒業生364人のうち約97%の生徒が4年生大学に進学予定とあった。ニューヨークタイムズのエルサブレナーはこの学区は優秀さにおいて他の追随を許さず特段改善すべき問題点は見当たらないと述べている。これらはすべてスカースデールにある地区名に由来している。ありがとうございます。